ムサカはギリシャ、バルカン半島とマシュリク、エジプトなど当地中海沿岸の伝統的な野菜料理。これらの地域以外ではギリシア料理のムサカが最もよく知られている。ムサカの起源はアラビア語で冷やしたものを意味するムサッカーでサッカーという動詞に由来する。このことからマシュリクのムサッカーは霊祭として扱われていたことが伺える。 カリフラワーのムサカ、セルビアジャガイモとほうれん草のムサカ、セルビア米のムサカ、セルビアジャガイモとズッキーニのムサカ、ギリシャギリシャで、最も一般的なムサカは、耐熱容器にオリーブオイルでソテー、または揚げたナスのスライス、マッシュポテト、または火を通したジャガイモと一緒に調理したラムのひき肉、ベシャメルソースを順に重ねて、オーブンで焼いた、グラタンに似た料理である。 このレシピは1920年代にギリシャ料理にフランス料理の要素を取り入れ東洋的な要素を取り除いてギリシャ料理の脱話乳王を図った料理人ニコラオス・セレメンテスによって紹介されたものだと言われるベシャメルソースにはバターを使わないことがあり使ってもほんの少ししかオリーブオイルを用いたりクリームで代用することもあるチーズや パン粉が上にかかることも多い。基本的なレシピにはいくつものバリエーションがある。ソースを使わない場合もあるし、他の野菜が入る場合もある。ギリシャで一般的なのはバリエーションとしてナスに加えズッキーニ、ジャガイモ、マッシュルームを使うものである。セレメンテスによるギリシャの料理本にはギリシャ製教会で肉食を禁じられる時の日用の無邪化さえある。これは肉も 肉汁のソースも使わず、ひき肉の代わりに細かく切ったナスなど野菜を用い、トマトソース、パン粉だけで作るものである。乳製品を禁じられていない期間中なら、フェタチーズを使っても良い。トルコのムサカは、ギリシア版とは異なり、材料をそうにしない。ソテーや素揚げにしたナス、ピーマン、トマト、玉ねぎ、ひき肉を使い、ジャージックやピラフと一緒に食べる。ズッキーニ、 カリフラワー、ニンジン、ジャガイモを使ったものもある。アラブ人のムサカは主に、トマトと、ナスやズッキーニを使ったオンサラダのことで、イタリアのカポナータやフランスのラタトゥイユに似ており、メゼの一と品としても供される。別名をムナッザラ、または、ムナッザリともいい、ひよこ豆を入れたり、ケイランで閉じることもある。ブルガリア、セルビア、ボスニア、ルーマニアで出されるムサカは、 ナスやズッキーニの代わりに、ジャガイモが使われることが多い。バルカン半島の他の国では一番上の層には、カスタードが使われることが多く、カスタードには、牛乳の代わりにヨーグルトを入れることもある。ルーマニアには、キャベツや卵つなぎ麺の無かもある。ありがとうございます。